斬撃を飛ばすにはどうしたらいいですか、教えてトントン。アニメとかでよくあるやつやな、縦型授業スタートントン。斬撃やから刀を振った時に出るやつとして、刀を振った時にその空気を振動させて衝撃波を出してると仮定するわ。あ、チャンネル登録してない人チャンネル登録してね。衝撃波って超音速で移動した時に出るって言われてるから、斬撃を飛ばすには音速を超えて刀を振らなあかんってこと。音速っていうのはだいたい秒速 340m やねんけど、刀の重さとか考えるとめちゃくちゃスピードいると思うから、実際に出すにはどれくらいかかるとか計算したらぜひコメントで教えてください。いつもリクエストありがちんとん。